はい、神津牧文書、旧神津牧住宅の中から約1000点の古文書が発見されました。そのうち鉄砲館では、約400点の文書について、平成30年度に復元整備を行ったところです。特にこちらにありますですね、これは第14代種子島時高公鉄砲伝来寺の当主でありますけれども、時高は1551年に京都に行って槍の免状をいただいたというその書状でございます。時期は1551年ということで、鉄砲伝来から数年後にもうすでに京都に上がって槍の修行を積んで槍の免許を取ったということがこの書状からわかるということです。そして特に珍しいのはこの槍の所作をですね、人形のように描いているところです。今でも使えそうな非常に素晴らしい面白いフォルムで描かれているというのが特徴であります。巻物は、神津牧の方から発見されたもので、タイトルなど全く記載がなくって、最初はどのようなものなのかっていうのが全く分かってない状態だったんですけれども、調べていくうちにこの聖火の方でパッケージになっている兵六持ちの元の物語の大石兵六夢物語っていうものの、イラストのみの、なんていうかこう物語の巻物になってます。この物語自体は、江戸の頃に薩摩の藩士の毛利政忠という方が書いたものと言われています。巻物として残ってるものは、本数がかなり少ないみたいで、とても貴重なものだというふうに言われています。はい、一番面白い絵巻はどの部分ですか？そうですね、この話が、大石兵六というちょっと暴れ者の若い藩士、薩摩藩士の方が主役なんですけど、その方が狐を退治しに行くっていうお話で、その狐を、に化かされながらも最終的にはこう狐を退治して堂々とこう仲間のところに帰っていくっていうお話なんですけど、一番面白いのは、これが狐ですね。そうです、狐、全部狐なんです。あ、登場人物が、はいはい、全部狐がこうなんていうか化けて、化けてるわけですか？そうなんです、はい。あ、そうか。でずっとこう騙されて騙されてっていう話なんですけど、で最終的には退治して、めでたしめでたしっていうお話なんですけど、カラーレ残ってるわけですね。そうですね、はい。このイラスト自体も、いつ頃こう描かれたのかっていうのは全く記載がなくて、ないわけです。はっきりは分からないんですけど、こういう綺麗な状態で残っているものは非常に珍しいということでした。はい。
兜は、神津間家に代々伝われているものでございます。時代としては南北朝時代ぐらいに使用されていたのではないかと思われるもので、まあ、大変、貴重なものでございます。それと合わせて、左側の采配というのも、同じ時期におそらく使われていたというものです。であとその兜の下に、三つ鱗と日の丸三つの、模様がありますけども、これはまあ、甲冑刀につける、まあ、目印のようなものですけども、種子島家と神津間家の家紋が入っているということで、やはりこれも非常に貴重なものだと思います。神津間家というのはやはりこの武の面においても、種子島家にとって大事な役割を果たしていたということが、まあ、この立派な兜からも見て取れるという資料でございます。